日本埼玉県川越市、今泉今泉は、埼玉県川越市の大技、旧入間郡今泉村。郵便番号は350の001号。川越市の東南部に位置し、西部を木の目、北部を並木、東部をくげど、南部を越場南西部を富士見野市川崎と接している。川越市役所南古屋出張所が設置され、 南古屋地区の行政の中心になっている。農地の中に住宅地が散在している。地域東北部を埼玉県道113号川越新座線が地域西南部を国道254号バイパス、富士見川越道路がそれぞれ東南から西北に走っている。最寄り駅は JR 東日本川越線南古屋駅になる。古くは古や正蔵吉野里に属した。 江戸時代初頭より川越城付の村であり、その後御領所となったが、さらに後、松平山と守る、本目立脇、河野長十郎の祭地となった。この時代の商名として後口谷、木型に、下田口、といの爪、江川ただし、株面が挙げられる。明治時代に入って1889年4月1日の町村政志向に伴い、 イルマ郡並木村連合湖町役場区域にあった今泉村は、同区域にあった牛湖村、並木村、南田島村、訓戸村、木の目村及び、越城村連合湖町役場区域にあった越城村、渋井村と合併し南古屋村の大技の一つとなった。1876年の人口は264人。1955年4月1日、 南古屋村は公海村、名細村、霞ヶ関村、山田村、古屋村、大東村、福原村と共に川越市に編入され、今泉は川越市の大技の一つとなった。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。地内に鉄道は引かれていない。 JR 東日本川越線南古谷駅が最寄り駅になる。ありがとうございます。